クルスです。今日は Vlog です。この間アートメイクしに行った時にたまたま行きたいなと思っていたカフェが近くにあったので、アートメイクが終わった後出来たての眉毛でそのまま私一人でカフェに Vlog 回しながら行ってまいりました。なんかさ、日本でこう一人で携帯電話をこう自撮り棒を持って撮影するのって結構恥ずい海外だったらもうなんか旅の恥は書き捨てっていう感じでできちゃうんでしょうけど、なかなかこう人の目を気にしながら撮影したので結構控えめな動画となっております。お店にはね、最初は私が入った時点では一組女の子が二人いて、で同じタイミングで入った女子二人がもう一組なので、最初二組だったんですけれども、これから、見ていただければわかるんですけれども、ホテルと一緒に経営してる、併設してあるっていうのが売りのカフェで、私が食べたかったメニューがあったので、外人さんが、そう、結構ね、いろんな国の方がいらっしゃったんだけど、多国籍な感じで、その後撮影始まった後からわちゃわちゃ、結構狭いスペースなんですけど、イートインが、そこのスペースが埋まってました。まあ、宿泊の方もいらっしゃるし、普通に、カフェで利用される方もいるので混み合うんだと思うんですけれども、結構混んでたんですよね。だから、インスタとか見てても、あ、おしゃれだな、素敵だなと思っていた通り、結構にぎわっているスポットでした。またん。それでは Vlog ご覧ください。
というわけで、ここまでが1回目、一人で、このカフェに行ってきた Vlog なんですけれども、実はつい最近、大村さんと一緒に2回目来店してきました。で、その時に発覚したことなんですが、アイスがもう販売終了してたよと。やんちゃったー。編集するの遅すぎた。9月中旬に撮ったんだけどな、まさか9月末で終わると思ってなかったので、のんびり編集をしていたところ、なんと10月頭にお店に行ったら、あの9月までだったんですよね。アイスって夏しか売れないじゃないですか、ってお店の人に言われちゃいました。なのでここからは、Vlog その2ということで、行ってきた、2回目に行ってきた時の様子をぜひお楽しみください。2回目は、なのでその話をまさに聞いたそのタイミングだったので、通年販売しているメニューを頼んでみました。それではこちらから2回目の来店 Vlog です。どうぞー。2回目の来店。いらっしゃいました。頼みました。来ました。野村さんが、ブラックストロベリーミルク、私がコーヒーゼリーミルクということで、なんと残念ながら、私がこの間一人で食べたアイスクリームは夏だけの期間限定メニューだったということで、今日は改めてこちらの10年のサンドを食べようと思います。じゃあ乾杯。乾杯。これ真っ黒になるよ。本当なの？アイス食べた時めっちゃ真っ黒になった。あ、ねえ、いちごの味がする。嘘でしょ。本当、いちごミルクの味がする。歯は真っ黒なりませんか？なってる？あ、ちょっと不思議だね。これはね、コーヒーゼリーが入ってるね。コーヒーゼリーがズルズルって、このね、あのタピオカサイズのストローで入ってきます。美味しい、美味しいです。あ、すごいね、これ。なんだよ、タピオカだわ。タピオカではないです。ゼリーです。またさ、このさ、カフェ Vlog がさ、流行ってんだね、かね。はい、すみでーす。縦でーす。と、味は普通にアイス、コーヒーなんだけど、こう、ゼリーが、粒がジュルジュルって入ってくる。入ってきます。歯は？歯はこれね、パウダーが入ってるんで、これ、漏れなく真っ黒になります。じゃあ今から黒くなるんですね。女子は男子とデートっていうよりは女子同士でぜひいらしてください。店内女子同士が多いですね。美味しそう。じゃん。舐めてたんですか？すみません。サイズもほら、こう 手のひらと比べていただいたら、ちっこいね。女子一人でも、食べれそう。ショートケーキに1個あるかないかぐらいのサイズな。これおいくらなんですか？これで700円ぐらいです。飲み物は660円ぐらい。適正価格。新宿に来たらぜひ。ぜひ。期間限定メニューもあるらしいよ。中身もいいよ。奥方料理がいいな。
でホテルにね泊まってみたいな。そう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 、こっちもおしゃれ。そうそう、すごいソファーが広くあって、それでながら本が読めたりとかするっぽいから、なんか別に東京に住んでる人でもちょっとお泊まり会気分で新宿集合で泊まってもよくない、うん、って思った。いいね、うん、あの多分映える撮影がいっぱいできます。なんかおしゃれそうだね。そう、インスタに載ってる写真がすごいおしゃれだった。そうなんだ。で、行けるかなと思ったらここまでしか撮れなかったから残念。今度はホテルに泊まってみたい。ステイするってことで、ぜひご一緒に。ぜひ。楽しんでます。やっぱり一人より二人で来る方が喋れていいね。そりゃそうだね。喋れていいね。飲んだんでしょ。飲んだの。ミルクの味がする。ストロベリーなんでしょ、うん、ミルクの味じゃなくて。ストロベリーミルクの味がする。